県庁ニュース。今回は県政未病観光コンシェルジュ育成セミナー受講者募集についてお伝えします。このセミナーは県政地域の地域資源や未病の改善に関する知識を学び、観光客への接客や経営戦略などに生かしていただくためのセミナーです。なんでって、実は今そのセミナーが行われている会場の目の前に来ているんです。早速覗いてみましょう。せっかくなんでね、先ほども出てきたビオトピアに行ってみんなで昼間はアスレチック、して、元気に森林浴して金太郎自然園にて魚釣りを行います。そしてそのまま食べてしまいますね。多分マイルドに行くでしょうね。この方は県政地域が未病改善にとってこんなにも恵まれた地域なんだなと改めて実感するいいきっかけになりました。すごく楽しいセミナーを受講することができました。今日の内容を、これからの仕事に生かしていきたいと思います。ありがとうございました。県の便りを見てちょっと興味があるんで参加させてもらいました。まあ、初めは場違いなところ申し込んじゃったなと思ったんですけども、午前午後過ごして、みんなと話した中で大変ためになることになりました。自分のそれ以降も、なんかプラスになるかと思います。ありがとうございました。受講修了者には階級に応じて金棒未病な未病ねの限定バッジを差し上げています。次回開催は1月20日月曜日、募集は12月24日火曜日まで受け付けています。詳しくはウェブでご確認ください。以上、県庁アナウンサーの小林がお伝えしました。